どうもこんにちは、ケンユウです。本日はですね、アボカドの接ぎ木苗のその後、1年後の様子を少しシェアしたいと思います。はい、で今日は非常に天気が良くて、2月9日なんですけれども、非常に天気が良くてね、今回も元気よく紹介していきたいと思います。それでは、ご覧ください。本日も5本紹介していきたいと思います。上にあるやつだけですね。1、2、3、4、5ですね、紹介していきたいと思います。でまず、先にですね、こいつからいこうかな。はい、かなりですね、すごいですね。これは接ぎ木をしてですね、いつだっけな、3月くらいだったかな、見えなくなってる、5月って書いてあるね。はい、これカビラを5月にね接いだんですけれども、今2月なんですけれども、どのくらいかな、9ヶ月か。はい、うん、今まだ9ヶ月しか経っていないんですけれども、かなり花芽の展開が大きいですね。で水平誘引をしていたんですけど、やめました。うん、やめました。で接ぎ木でカビラ系の花が咲いてやめました。でなんでやめたかっていうと、やっぱ木が大きくならないからですね。うん、枝を横に曲げるっていうのがですね、こう施設栽培とかだと一般的なんですけれども、まあうちは野外なのでね、ちょっとやめていこうかなという感じです。で接ぎ木の場所がですね、ちょっと見たい人もいると思うので、紹介しておくと、一応2本やったんですよ。うん、で1本目がですね、ちょっとこれ邪魔なので、ちょっと折ります。はい、1本目がですね、これが台木でここに接いだんですけれども、2本ですね芽が出て、これが大きくわっと展開してきましたね。うん、でもう1本一応保険で接いでたやつがあるんですけど、これですね。うん、これも1年前から接いだんですけど、これもちっちゃいですけど、成長してます。はい、でこれはですね、枝を、何継ぎかな、腹継ぎで継いで、これがね、枝この太い幹に継ぐやり方ですね。これでやりました。はい、で、もう一個いきましょうか。こんな感じです。はい、もう一つがですね、こちらですね。これも水平誘引を前回していたんですけれども、これもやめました。はい、で枝がですね、ぶわっと、周りに展開して、飛行機がこれおそらくイナゴとかバッタの食害根ですね。飛行機が飛んでいたので少し中断したんですけど、ご紹介続けていきます。でこちらもですね、水平誘引を前回していたと思うんですけれども、その水平誘引をやめました。はい、でなぜかというとですね、やっぱり木が大きくなりにくい、ということが観察されたので、自然系にね、作っていこうということでやってます。でこれもね、接ぎ木です。はい、何回か、動画で紹介しているんですけど、これは3月に、接いでおりますね。これもカビラ系の、品種でした。カビラ紫かな、こっちに接いで、形成層が、十分、活着して、太くなってきたという感じですね。はい、で継ぎ穂がですね、かなりちっちゃかったんですけれども、台勝ちしないでですね、穂の太さもかなり大きくなって、おりまして、で今台木と穂木のサイズがほとんど、同じようになってきております。はい、なので腹継ぎでですね、台勝ち、といって、台木の方がすごく大きい状態になるのかなと思いきや、そういうわけじゃなくて、きちんと、養分が形成層で渡ると、穂木の方もぶわっと幹が太くなります。はい、でこれはね、3月に継いだので、ちょうど11ヶ月前ですね。はい、11ヶ月前に継いで、こういった感じになってます。本当にホギが親指ぐらいの状態だったんですけど、わーっと大きくなりました。はい、11ヶ月でこういった感じですね。で台木自体がですね、そもそも3年近く経っていたので、こちらもですね、4年、のアボカドになるんですけれども、一応台木を接ぎ木をして1年、という感じですね。はい、花芽がついておりますね。はい、でこちらもですね、こちらはね、1回摘心したんですよ。はい、芯止めをして、中心に、高くなると思ったので、芯止めをして周りに展開させようと思ったんですけれども、そちらを、急遽やめているという状況になります。はい、で、どの栽培がいいのかとかですね、
場所とか、気候とかにもよるので、観察をして、やってみてください。で、絵描き虫が入っておりますけれども、他の葉っぱは、大丈夫ですね、そんなに被害が見られないです。でアボカドは害虫がつきにくいので、もちろん無農薬ですけれどもほとんど大丈夫です。袋掛けをすると、果実もかなり綺麗な状態で収穫ができます。緑の花碑なのでね、やっぱ鳥につつかれにくいというね、そういった特徴も合わせ持っていると思います。では、他の木に行きましょう。こちらもですね、つぎ木、同じ木をついてます。カビラ紫をついで、花芽がついてますね。やっぱりきちんと充実したホギを使うとですね、どの状態でも花芽がつきますね。こちらも継ぎ木ですね。これは切り継ぎで継ぎました。でホギも、少しまだ、細かったんですけれども、かなりいい感じに、発育しております。で蓑がいますね。フクロムシがいますね。でですね、これも大丈夫かな、いい感じだと思います。で、継ぎ木なんですけれども、僕昨年やった時はですね、かなりの本数やって、でそこそこ成功はしたんですけれども、やっぱりその動画に出した、継ぎ木の方法がですね、やっぱりこのプロの方から見るとですね、あまりよろしくなかったようでですね、いろいろアドバイスをもらいました。刃先を、段差がないように通すとかですね、グラグラ動かさずにシャッて、切るとかですね、切り方も甘いよっていうことをね、ご指導いただいたので、また、来月やりたいと思います。ということでもう一ついきましょう。でやっぱ僕もね、今アボカドの栽培を始めて1年くらいなんですけど、ようやく1年経ったかなという感じで、で、アボカドの栽培を始めた時にですね、ちょうど接ぎ木の時期が、来まして、で接ぎ木を無理やりやったんですけれども、ちょっと風が強いですね、ごめんなさい。接ぎ木を無理やりやったんですけれども、その時はまだすごく初心者感丸出しだったので、本当ごめんなさいという感じなんですけれども、誰かの参考になればいいですね。でこれも3月に接いだものですね。こっちもですね、かなり活着して、でホギの太さもかなり太くなってます。で、ホギがですねこのくらいだったんです。本当に親指の第一関節くらいだったんですけど、一つの芽からブワッと出てきましたね。やっぱ芽が少ないと綺麗に出ますね。芽が多いとですね、たくさん出てくるんですよ、接ぎ木が成功すると。で、樹形の形がつき、整わせにくいという特徴があるんですけど、やっぱ芽が一つだけだと綺麗に、一本仕立てというかね綺麗に出ますね。まだ花は咲いてないです。でもう一つ、最後の木ですね、こちらも接ぎ木をして、これは腹継ぎという方法で継いだんですけれども、まだ1年経っていないような気がします。これも3月に継いだので11ヶ月くらいですかね。ここですね、かなり活着が進んで、大きくなっておりますね。いい感じです。で一時はですね、こう冬くらいにですね、風が強い、ここ強くて、で枝がこう弱っていたんですけど、かなり回復してきましたね。でやっぱ被害はですね、日焼けですね、絵描き虫からの日焼けという感じで、そういった症状しか見られないんですけれども、かなり枝も、十分元気がよく、上に伸びております。2メートル30くらいになって、結構そこそこ高いぐらいになっております。でペットボトル誘引やっていたんですけれども、こっちもやめましたね。ご自身の栽培に合わせて、やっていったらいいんじゃないでしょうか。ということで、少しカメラを切り替えます。接ぎ木の様子どうだったでしょうか。接ぎ木はですね、栄養成長を無理やりこう繁殖成長にさせてしまうという、技術なんですけれども、あらかじめね果実がつくような木のホギを、無理やりこう他の木に、未生の木に継いでしまおうという、発想で、それで果実の生成を、早くするとかですね、こう遺伝的特性のばらつきを抑えて同じ品質の高い品質の果実を作るとかですね、果樹生産者にとっては、当たり前にされている技術なんですけれども、家庭菜園の方でもですね、実から、
すいません、種から果実を作るよりももちろん接ぎ木をした方がですね高い品質の果実が作れて、そして早く結実するというねお得な技になります。はい、なので未生でやる方もすごく多いんですけれども、知り合いの方とかにですねアボカド生産者さんがおられましたら、コンタクト取ってみてホギをくださいとかですね行ってみるといいかもしれないですね。はい、うちらもですねアボカドの生育の過程ですね YouTube を通じて発信しているんですけれども、アボカドの整理整体はですねオンラインサロンの記事の方で投げておりますので、そちら良ければご登録してみてください。アボカドの栽培だけじゃなくて歴史とかですねで世界の常識とかですね、世界はどうやって栽培しているのかですね、そういったところを発信しておりますので、興味がありましたらそちらもよろしくお願いいたします。風が強い。はい、ということで、このチャンネル面白いな、ためになったなという方はぜひ、いいねボタン、そしてチャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、今回もご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。はい、でホギの方ですね、ホギの方、僕の方にもですねすごく結構毎週のごとく連絡が来るんですけれども、ホギをくださいっていう連絡が SNS とか、ダイレクトメッセージとかで、来るんですけれども、すべてお断りさせてもらっております。で、かなり嬉しい反面ですね、どういった人なのかがわからないので、とりあえずはお断りさせてもらっております。はい、でいきなりですね何の自己紹介もなくホギをくださいってバッてくる、人もかなり多いので、本当に人となりがわからないのでとお断りさせてもらっております。で、どうしてもホギ欲しいよとかですね、そういった、仲良くなりたいよという方は非常に嬉しいんですけれども、一応アボカドパーティーというものを主催しておりまして、 LINE の、クローズドなコミュニティですね、僕のオンラインサロンにご加入された方は、全員ご招待させていただいているので、そちらでですねどのようなアボカドを栽培しているのかとか、自己紹介をした上で仲良くなって、ぜひ補助にもご招待できると思うので、ぜひそちらの方にご参加いただけると嬉しいです。はい、オンラインサロンにご入会いただけると僕の方が招待しているので、ぜひそちらの方からよろしくお願いいたします。リンクの方は、この動画の、動画下の説明欄に、貼っておりますので、ぜひそちらもよろしくお願いいたします。